皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。ワーカーズ&リソーシーズソビエトリパブリック、実況始めます。共産主義的オイルタウンを造成した前回。世界最強通貨ルーブルの流出を止めるための第一歩、そろそろお財布も薄くなってきたお年頃、これからガンガン儲けていかんとな。それでは今回も共産主義精神で頑張っていきましょい。さてこちら共産主義的オイルタウン、共産主義的情熱で道や原理の生成に励む生成同士たちの住まう町。寄ってみると最初に作った町と違いがわかんね。武骨にして無味乾燥、違いのわからない町づくり、それこそが共産主義的町づくり。それ褒めてんの。最大級の賛辞です。ところ変わってこちら首都ズロボラツク。モスクワじゃないんか。共産党本部のある町、すなわちそこが世界の中心、つまり世界首都です。さよか。同志大学教授の研究も順調に進展、製鉄及び鋼鉄の生産の研究がすでに完了しています。ええやん、共産主義的にはもっともっとしのぎを増やしていかんとな。石油産業も立ち上げたことだし、次は鉄一徳。まだです。まだなの。こちら絶賛稼働中の石油処理プラント。眺めやで、石油プラントがどうしたの。この石油プラント、一応テコ入れはしましたが、未だに生産効率は 4% と驚きの低さ。当然1日の生産量も低空飛行を続けている状態です。その意味、わかるな。つまり油がまだまだ足りんってことなんか。そういうことです。せっかく金をかけて建てたプラントとオイルタウン、まずはこいつで稼げるだけ稼ぎたいって話なんですよ、奥さん。確かにまだまだ油作れるのにもったいない話なのな。ちなみに現在税関での輸送はできた分だけ持っていっています。タンク貨車満タンになるまで待ってたらいつまでも出発できんからな。税関への輸送がだいたい2日に1回、一度の輸送量がおよそ30トン、上がりが6000ルーブルってとこですね。すっくな。当然これでは我がソビエトロシアのランニングコストをペイできません。じゃあもっと油作るには土減すればいいとね。まずは生成同士ですね。オイルタウンの人口を増やしはしましたが、まだまだ最大で250人程度の同士を確保するのがせいぜい。平均で見れば生成同士の数は100人前後くらいかしら。最大500人の同士が働けるってのにこれはちょっともったいない。ですのでまずはオイルタウンを拡張、さらなる同士を呼び込みます。来たれ生成同士。まあやることは単純でござんして、いつも通りの住宅区画を追加していく、そんだけ。聞けば同士人民の1日の労働時間はきっちり8時間に制限されているとのこと。ホワイト共産主義国家ソビエトロシア。ですので最大500人キャパの石油処理プラントを最大キャパで24時間稼働するには、単純に言って1500人の生成同士が必要になるわけです。そりゃ全然足りんわな。オケ、オイルタウンにさらに住宅区画を3つ追加しました。けど同志人民の移動限界的にこの距離だとバス停までたどり着けぬのよ。そこは同志人民の足、路線バスの出番です。新たに造成した住宅区画にもバス停誘導設置します。バス2台を追加購入、新しいバス停、オイルタウン中央の停留所、そして石油処理プラントに新しい路線を走らせます。バス待ち同士を漏れなく拾っていかんとな。目論み通り停留所にはバス待ち生成同士の長い行列。いやこれバス2台じゃ運びきれなくね。ダメでした。やっぱり最初の停留所のバス待ち同士の数が多すぎて、中央停留所の生成同士が乗る余裕がありませんね。バスが足りなければ買えばいいじゃない。さらに路線バス4台を追加購入。金がどんどん減っていく。この投資が将来でかくなって帰ってくるんですよ、奥さん。いやマジに最初の1000万ルーブルそろそろ半分切りそうなんだからね。大丈夫大丈夫、何も心配ないよ。正直不安しかない。さらにすでに運行中の路線バス1台を生活の足に転用。オイルタウン内の主要な停留所を循環する路線を新たに運行開始。新しい住宅区画はショッピングセンターやパブも移動限界の外になりますが、まあバスがあれば乗って買い物にも行けるでしょ。知らんけどこれも1台じゃ足りなくね。長い行列はソビエトロシアの原風景、いわば四季折々を通じた風物詩ってやつですよ、奥さん。生成同士に比べてこの扱いの差よ。ではそろそろ石油処理プラントの状況を確認してみましょう。現在の労働者数約450人、一気に増えましたね。いいじゃない。さすがに人口を倍にしただけあって、これなら生成同士の数は十分でしょう。でもあれな、生産効率相変わらずの 4%、 驚きの低さじゃん。そうなんですよね。これは生成同士の数以外に原因があるのでしょう。そうなると考えられるのは原料不足。現在油精に繋いだ原油タンクの在庫は堂々のゼロ。つまり掘ったそばから生成に回されているわけです。つまりもっと油がいるってことなのね。そうなると油精をさらに追加していくしかありませんね。それほど品質のいい油精は残っていないと思いますが、とにかく採掘量を増やすにはそれしかありません。むしろオイルタウン作る前にできるだけ油精作っておいた方が良かった雰囲気。まずは1台追加、原油の品質 40%。 低品質だけどセミハラは変えられないのよ。パイプラインをつなげてタンクに輸送したかったんですが、パイプを結合することができません。マジか。どうもパイプラインを結合するにはこのパイプポンプをかませる必要があるみたいです。また余計な金が出ていくのよ。
生成プラントから少々離れた場所に4台目の油性を追加、品質 80%。 これはなかなか良い油性。生成プラントまでパイプラインを引こうとしましたが、今度は長すぎると怒られました。長さ制限なんかあったんか。長距離のパイプラインを引く場合もやはりパイプポンプをかませる必要があるみたいです。つうかポンプってんだから、そっちが本当の使い方なんやろな。せめてラインの合流はポンプなしでもできないもんなんですかね。合流のためだけにポンプ作るのもったいないんを。追加した2台の油性をタンクまでパイプラインで接続完了。これで原油の採掘量が増えたはずです。早速確認してみんとな。では確認です。生産効率が 4% から 7% に上昇。大げさな割にささやか。低空飛行なのは変わんないのよ。しかし原油をマシマシすれば生産効率が上がるということは分かりました。生成同士の数もほぼキャパ最大。これならまだまだぶち込む原油の量を増やしても処理しきれないということはないでしょう。つまりまだまだ油性を増やさんとあかんのか。あかんのです。マジか。理屈が分かればあとは原油を掘るだけの簡単なお仕事。ひたすら近場で原油が掘れる場所を探して油性を設置して回ります。こちらの油性は品質 70%。 これもなかなかいい油性。5台目の油性を設置。6台目、石油処理プラントのすぐお隣。やっぱ油売るならまず油性を蹴るだけ置くとこから始めるべきなんやなって。品質 72%。 7台目は車両基地とプラントの中間地点。品質 60%。設置した油性からパイプラインをつなげていきましょう。ああもうなんかこんがらがってしょうがないのよ。油性を設置すること優先でパイプ含み血筋全然考えませんでしたから仕方ないね。もうなんかタンクにつなげることさえできればそれでいい雰囲気。パイプ引くのはかなり柔軟にできますからなんとかなるでしょ。完成したパイプラインがこんな感じ。結構長いパイプになったのな。そしてこのありさまである。稼働当初に比べて油性の数は2台から7台に増えました。では結果を確認してみましょう。生産効率 13% 達成。稼働当初の約3倍です。確かに増えたな。でもやっと 13%。 さらに原油をぶち込めばもっと効率は上がるんでしょうけど、近隣の油性はほぼ掘り尽くした感があるんですよね。もっと遠くの油田からパイプつなげればいいんじゃないの。そうなるとパイプ引くのとその油田に他の製油所を建てるのとどちらがお得なのかちょっと難しいんですよね。とりあえずはこのくらいで様子を見ましょうや。しかし近隣でまだ品質 40% 程度ならいける場所があったので、さらに3台の油性を追加。さらにパイプがややこしくなってんのな。生産効率は 16% まで上昇。いいじゃない。燃料の生産量が増えたのでタンク貨車も1両増設。適正と合わせて3両編成で国境の税関まで輸送します。前は貨車1両満タンにすることもできなかったのにな。でタンク貨車3両に燃料と積載を満載した車両が今税関に向けて出発。積載した荷物の総額は約5万2500ルーブルです。約8倍以上の増収。やん。まあ市場価格は常に動いているので毎度この金額で買ってもらえるわけでもないですし、オイルタウンを拡張したのでそのコストも増えています。とはいえ大幅な増収となったのも事実。一時初期金額の半分を切っていた国庫も500万ルーブルを回復。ちょっとだけ一安心。これで石油産業の経営効率化も達成です。効率とは無縁のカオスなパイプライン。自動化系もたしなむみとしては看板の至り。共産主義的で実にいいですね。そもそも効率化って言っても人と油ぶち込んだだけなのよね。これこそジ、オンリーニートシングブーブー、ベスト&ブライテスト。共産主義的たった一つの冴えたやり方、すなわち人海戦術です。なんせ我がソビエトロシアでは同志人民は土から無限に生えてきますので。看板とか選択と集中とか小賢しいやり方はいらね。資本主義の豚には真似できまい。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。